カルラジ、皆さんこんにちは、カルです。本日のカルラジはお久しぶりの機材紹介でございます。約半年ぶりぐらいになるんですかね。で、今回紹介してもらう方はこちらの方です。どうぞ。はい、ベースのタクティです。ベースのタクティです。よろしくお願いします。はい、今回はタクティのベースを参加していただこうと思います。本編へどうぞ。カルラジというわけで、タクティ本日紹介していただくベース、はい、こちらですね。こちらですね、はい、グラスルーツの、グラスルーツ、はい、これね、ベースになっておりまして、はいはい、これ GAM55MS っていう、うん、なんかまあ5万ぐらいで買える、あの安いベースですね。おうおう。でもこれを完全に見た目で買いました。おお、見た目。中古でね、あの僕で出てたやつです。約1万です。約1万。はい。1万で買ったんですけど。そうですそうです。このなんか木目めっちゃ、そうなんですよ、この木目がかっこいいなと思って、うん、買いました、ね、あんまり動画越しじゃちょっとあれ見てるけど、これはシールやの。あ、シールです。チョコレートシール、チェーンソーズ、チェーンソーズ、実際に現実に来てくださったチェーンソーズ。はい、もう完全に見た目で、見た目でレース始めるってなった時やったんで、とりあえずレースが欲しいってなって3人でセッションしたやんか。はい、その前ぐらい、ちょっと前ぐらい、あー2000だから21年か、あれじゃ。そうですね、それぐらいの時期やと思います。おー、また割と最近やったね。そうなんですよ、かですね。しかもピックガードがこの透明なんやな、これね。ピックガードこの、これ透明なんですよ。これもまたおしゃれ。だからこのピックガードが透明なことによって後ろがまあそうです、ちゃんとこう見えるっていう、見えるんですよね。これがだからまあこれがしたいから多分透明になってると思うんですけど、これはおしゃれ。これでもうラズベリーはずっとやってきたからね。そうですよ、もうこれ一本やったもんね。ピックアップをね、買わなかったね。そうそうそう、ピックアップ、そうやそうやそうや、これ純正じゃないよな、グラスルーツ製じゃないよな、これ。アトリエ製のやつでね、はい、ピックアップを、とりあえずピックアップだけ。でもピードだいぶ変わりました、ね、だいぶ変わった、だいぶ変わった、うん、さあ次、足元行こう。はい、はい、まずどれから行きましょうか。まず普段使いしているのが、うん、もう絶対使っているっていうのはこのマルチストンプですね。ズーム、ズームマルチストンプ、はい、マルチストンプベース用のね、はい、これはね、カルラジメンバーに誕生日プレゼントとしていただいたやつですね、はい、まあ、ショート動画見てもらったら分かると思うので、ってことも見てください、うん、これでちなみに普段は何をセットして使ってるの、うん、これ今 EQ って感じ、EQ って、はい、イコライザーやね。イコライザーですね、だいたいこれですよね。うんうん、使ってるのイコライザーと、イコライザー、今はもうこれが主に、うんうんうん、主に、まあいろいろあるんですけど、うんうんうん、まあ50個入れたらメモリがあるんで、それセットで自分の好きなように組み合わせができる、組み合わせができる。まあこれは絶対に使ってますね。はいはい、ね、絶対おるよな。そう、絶対使ってます。そしてサンズアンプ。サンズアンプ、はい、まあこれはもうベーシストみんな持ってる。アンプですね、大体1回は買うでしょうみたいなね。はい、そうなの。でもこれは家族からの誕生日プレゼントを。おお、いいね。買いました。もう親父はもうこれがいいよ。ベース始めたのしてた、はいはいはい、ちょうど、まあ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 、ベース始めたんやったら、うん、これ持っとけ、そう持っとけみたいな。いいね、買ってくれたやつですね。ラズベリーのラストライブで使われました、ね、うん、あ、ラストライブね、はい、ラストライブでこいつを違う使い方したんですよ。凍らせ用に使った、凍らせ用に使ったんですよ。だからどれやったっけな、歪みディストーションとして、はいはいはい、これを使ったんですよ。ボーカルディストーションとして使ったわけです。聞いてもらったら分かると思うんですけど、そうやね、はい、歪んでた、まああれは要は原曲に寄せた歌い方をしたかったがために、がためにこれ、うん、わざわざ通したわけね。はい、これはですね、これ何、ベース、ベースボール、ベースボールっていう、もう一個言いそうなもう一個ペアーって言いそうな、ペアじゃないんですけど、あとでこいつがですね、オートワーズ、これオートワーズ、はい、ワウです、ワウです、ワウ、もう
前がこっちやってたんですけど、ただ言うたらこれもバッチ使ったんで、あーためにこっちを導入したわけか。そうです。エレクトロハーモニクスかな、うん、あ、そうです、うん、エレクトロハーモニクスっていうところから出てるやつです。片足上げてな。まあここだから足元だけで数万ぐらいの、まあしますねぐらいなのかな、ね、以上タクティの機材紹介でした。はい、はい、おいえカロラジ。はい、エンディングのお時間となりました。皆様いかがだったでしょうか。約半年ぶりの機材紹介ということで、今回はタクティのベースを紹介しました。はい、またこういう機材紹介を違うメンバーでやっていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。このカルラジは各週で配信しています。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上、スタッフカズでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。